こんばんははい、あのそうですねはいお疲れ様ですあら、早かったですね家に着くのが早かったですねこんにちはうわ、暑いねあの、そうですね、今日はね上映会がありましたが じゃがあんま良くないんで、十五分で終わりします <laughs>。お話会、ありがとうね。まちゃん、ありがとう。いよいよ楽しかった。ありがとうね。なにわせよ。福岡から応援してんの。ありがとう。 もうしゃべりすぎたあレイさんお誕生日おめでとう直接言えましたねお話し会で「まー、あ、ちゃんハト100個ありがとうね森手切ろうしンなんかちょっと変わってる服着てますよねシおンいつもとちょっと違う服」 すごかったありがとうおなじいありがとうすごく楽しかったありがとうございますんばはジョンミニさんありがとうクっぱいじは黒髪ですえー、9月に韓国に旅行行きますへジョンジュハノンマル 韓国村みたいな行ってみてください食べ歩きとかめっちゃおいしいしなんかハンボクとか借りれるので思い出になりますねソウルとまた違って自然の中なのでいいしビビンバが有名ですよ髪真っ黒になったそう真っ黒真っ黒シュワシュワ あ <laughs> ったったのでシオンアバタであ <laughs> ったったの嬉しいねありがとう今日は生誕祭より前で見られました <laughs> 確かにねこんばんは上映会来てくださった皆さんもありがとうございます配信がないので 配信で見ていいいいる方ははいないと思うんですけどしおんもねあの後輩のプロデュースとかね実現したいけどねまたそのタイミングとかが合わなければまずできないものでね、うん、それがまた確認がいるのでちょっと少々お待ちを。 せいちゃんまー、あ、ちゃんありがとうこんばんは今日はちょっとねあまりちょっと体調は良くないから早めに終わらせていただいたいいんですね鶴木さんありがとうはい <laughs> 1週間走りすぎた みーちゃんありがとう1週間すごい頑張りすぎたわ <laughs> もうこの1週間結構頑張りましたねやばいなあそうラジオ配信はねちょっと強化持ちなんですけどマチとか募集してるメールとか作ってほしいって言ってるからねまー、あ、ちゃんありがとうでも今日はメイクもしてるし黒髪になってるし こう髪型もやってもらってるのでちょっとショールームしたいなって思っててであの同じ今日で最終日だったのでちょっと「ありがとう」って言わなきゃって思ったので「かんなさんありがとう」はーい全身ね全身のせたかったけどさ全身じゃなくてあのズボンまでズボンまでと取られたからちょっと <laughs> ズボンまで取られたわ「まー、あ、ちゃんありがとう」 うわ焼肉食べたのうれしうらやましいね今週お疲れ様でした皆さんも今日日曜日なのでちょっと明日も月曜日で <laughs> 絶望な方もいると思うんですけど頑張ってくださいねあグラフィティ書いた DM 来らからお見まし見ますよ見ますよこのうちは黒髪女神 <laughs> こんばんは かわい,い疲れてるから寝ながら配信してもいいよ <laughs>。いやいやいやもう洗わな髪の毛洗わなお風呂入らない <laughs> <laughs>。水曜、金曜、日曜まあそうですね。水曜日、金曜日、土曜日、日曜日、木曜日も。 ちょっと頑張ったほしい、うん、あ、でもいいね泣いてないですあ,のあくびしました私の得意な料理は地獄から来たオムライスです あの味はあるけどちょっと卵とか割っちゃうから地獄,地獄みたいな感じ <laughs> ユナナ面白かったねユナナンが横でめっちゃ <laughs> はしゃいててオムライスなど入っちょらんなど入っちょ 上がのかぎしろよ上を上かぎしろよ卵のカラが入っちゃうのいやカラは入らんか,からけどカラは入らんけどあの何ていうんだろうあのケチャップで絵描いたりするとねちょっとチーみたいになっちゃうからあツイッターフォローしてくれてありがとうでも味は美味しいですよ あ、上映会来てくれてありがとうみんな。j j w i ンさんありがとう。あの、今回ね、ファンデーションを買ったんですよ。新しいファンデーション買ったんですけど、いいんかなこれ。ちょっと、前使ったやつこれで、これを買ったんけど、すごい。色、全然違くない待って。いけるんこれ。シオン間違えたん ?113? ちょっと無理じゃない？色間違いすぎ？これちょっと困るな。こくないこれ。え、そのやめてよそんなファンデーション高いのに。 これがね売ってないんですよもう,うんだから新しいの買わないといけないのになんかこういう色がこういう色だと思ったんですけど全然違うやん。うん、高いこれ。 Amazon で買った113やでこれ <laughs> えなんかさ表に書いてってあのピンクベースであのなんか明るめのやつが113って書いてたから買ったんけど全然シオの肌よりめっちゃ暗いんじゃんうん見て暗くない の肌より暗いなこれやわいってちょっとやってみようかなこれちょっと塗ってみますねあのピエンすぎるーこれ誰かにあげるしかないのもしかしたらシオンなんでこんな白すぎんのねシオン全然 見て全然違うやん。わわからん、わからんな、みんな。え、み見ますか。これの。これがもともとのやつ。これが買ったやつ。めっちゃ黒いやん。ちょっと。これって一番明るいやつかな、じゃあ。 これは三番目やでこれでもやってみますねやってみるわ いや分からんな分からんわこれはあ、やっぱこっちがいいわー何が違うかわかりませんちょっと何が違うかわかりません わからないわからないちょ、顔、わからんへんどうしよう いつもこんなん失敗しちゃうんだからなだからいつも使うやつじゃないとシオの新しいの買うの失敗しちゃうんですよでも案外といいかも案外といいかも意外とちょっといいかもこれちょっと分からへんけど使いますね一回使いますね 使ってみるわ使ってみて明日使ってみてちょっと近かったらなんか他のメンバーいる人にあげるわ新しいもやし高いファンデーションはお高いですよねきよあにやな今、じもうひんろなあじどもうひんどろなじんちゃどうもなるむないこがて 왜냐면, 항상 파운데이션을 실패하거든요, 제가. 근데 내가 진짜 천 년에, 천 년에 나랑 진짜 어울리는 거를, 나, 私にめっちゃ似合うやつを見つけて買ったのに,もうこれを2年ぐらい使ってるんですよあのこれ自体は1年ぐらい 1個買ったら1年使うんですね, 시온 顔が小さいからちょっとだけ塗ってもできるんですよね これがなくなくったんですほんでアマゾンで調べてみたらあの2週間後に来るらしいでも全然ないからさ早く買わなきゃいけなくて大人気のやつを買ったのに全然塩の肌よりめちゃめちゃなんか暗くてな去年度もうひんどろよ何度もひんどろついの あん無刺そう無刺そうクニカイこル家出すっよでもこれめっちゃいいのあの本当に私にぴったりなやつでがぼやもうわかんないファンデーションの話しちゃってみんなのコメント見てないけどな <laughs> 아니 2주 후에 오면은 뭐해 지금 당장 없는데 새로운 걸 도전하려고 했는데 실패했어 파토카 호시이 선, 감사합니다. 감기 극 오이스네. 아카르이 파운드 갔대, 맞대 때쓰더라 음, 아까라 아, 근데 사, 이거 못해 歩くの大変じゃないまあでもさあーだいここの色見たらまたちょっといい,いかもここの色はいいかもここはなんか詰まってるから暗く見えてもここはいいかもあいいやん <laughs> いいやん何でらスぬんごや 맞으려나? 그 이때? 물 타서 쓰라고? <laughs> 진짜 남자들이랑. 하여간 아주 몰라요, 아무것도. 여자의 마음을 몰라. 지금 파운데이션의 마음을 알아? 당신들이? 당신들이 파운데이션의 마음을 아냐고. 파운데이션 마음도 생각해봐. 자기, 자기 몸에 물이 들어가면 얼마나 시륵했어. 交換 <laughs> 交換そういうのもあるんかな自分が変わるチャンスやなっていう。アンに聞く暗くなってるアニメセブンね一けんで着ようしちゃろ ?Thank you very much やっぱ韓国うまいね。韓国人だもん。ベース明るめ塗ってファウンデーション白い塗ったらいい感じなのね。 あの、一旦下地とか塗ってみるわしおん化粧が全然下手なのでしおんは下地も塗らずにあの、ローションつけてすぐパウファウンデーションで終わるんですでも他の女の子は結構ローションとか上に下地とかやって またサンクリームみたいな塗って日焼け止め塗ってそこにファンデーション塗ってその上になんか粉とかも塗って全然めっちゃ塗ってるやんと思ってすごいなーってなんでダメなのなダメなの下地塗らずにファンデ塗ったらダメなん,なんでダメなんダメなんよくないのダメなんダメなんなんで下地下地っている でも化粧水とローションとかあのー、水分クリームは塗ってますよ。グレープフルーツさんありがとうございます。トラちゃんありがとう。えなんでダメなの？いつも思うんです看護で何話してるか同時通訳お願いします。あ同時通訳知ってますよ。 아까 얘기했던 거 도저히 체크했어요? 메이크업 아티스트 김보녀? 거짓지 마, 무슨 메이크업 아티스트야 진짜 나 놀리는 거야, 뭐야 진짜 귀여우니까 좋지 밑에 바르지 않아도 피부의 데코볶음은 숨겨지지 않아 なるほど코볶음이없어 데코볶음이 ないですねえまいやちょっとしょにこんなんポゴシポよあとパリとポゴシポビービークリームはもう卒業しましたよ下地塗らないと崩れないああ シオンは崩れないかな。プライモードあんすよ。チョックファンでたと厚塗りになりがちらしい。なるほど。私はでもだから。な厚塗りにならずに。ちょっとだけこの。ちょっとだけちょっとだけつけて全部塗ってます。とらちゃんありがとう。よれにくくよれにくくなる。ああ。なるほどね。ピアノナビララさんありがとう。 もうすっぴんでいいのでは <laughs> 初見です <laughs> 下地塗った方がいいあー毛穴とかたむたれキョロなんだごドンチジマチちゃろなんで配信早めたん <laughs> えっと家にすごい早くつけましたのでビービークリーム卒業した何が何が変わってるのか分かんないけどファンでビービーは。 BB ビビクリームとファンデの何がかしが違うか書かないね厚化粧のこういうね厚化粧でも C は厚くないよむしろあのアイラインとか長くしたりめっちゃメイク厚くすると濃くメイク濃くすると逆に似合わなくて。 だからそんなにやってないです目とかが特に濃くするとよくないですなるほど BB は下地込みなんやうわじゃあ BB の方がいいんちゃう <laughs> うわすごい化粧の話を聞かれてる化粧の話を聞いてくれてる 化粧化粧でもシオンは化粧が好きじゃない化粧嫌いだってめんどいもんだから化粧は10分で終わらせるキャンメイクのアイシャドウつまつめつめセットを使ってピンクピンク塗って黄色黄色塗って終わりですリップも。 あの化粧の順番ローションファンデーションアイシャドウあのあれ眉毛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 ほんでアイラインちょっとアイラインちょっとほんでマスカラマスカラマスカラもねアイドルになってからマスカラ使い始めまもともとはマスカラ使ってなかったですけど絶対マスカラ使わなきゃいけないって言われたからマイクさんに。 嫌なんですけどマスカラをし始めてマスカラってこんんな変わるもともとはあんまり好きじゃなかったんけどなんかあんまりさマスカラってこうやってさどんだけさ洗ってても洗ってても落ちないしこうやって取ったらあのまつ毛も取っちゃうからすごく私苦手で <laughs> んであの。 シェーディングシェーディングしてリップリップリップんでちょっとアイシャドウアイシャドウアイシャドウオイリ終わりこれで終わりうん韓国の人と日本の人化粧の違いはやっぱり韓国はブラウン系とかをすごいよく使うんですけどなんかその影とか目の影とかシェーディングがすごい あの詳しいっていうかシェーディングすごい頑張ってる感じ韓国はブラウンとかのつけてこのなんか立体立体感を作る感じが多くてでアイシャドウはブラウン系が多いんですけど日本は絶対ピンクです絶対ピンク塗るしここもピンクでリップもピンクが多いだから韓国は濃いう人も多い。 韓国はすごい化粧が濃い人が日本よりは多いと思います。私はそう思います。私の周りの人がそんな人が多くって、で化粧がみんなすごい上手で知識が知識が高いんですよ。それは自分の顔の化粧だからすごい YouTube とか見て化粧の YouTube 見て自分で研究するらしいからそれは知識高いわと思って。 お、眉毛整理よ、대박。トラちゃんありが또、のあに結婚なんだめさもんい人の소개してくれ。<laughs> ジョイありがとうございました。まあね、韓国人は韓あの化粧品とかもすごいなんか種類も多いのね。タムタムさんありがとう。 シオンは韓国の時はメイクはしたけどマスカラもせずにあのあの眉毛の <laughs> あのね眉毛のね眉毛の片付けとかもしてなかったの。どうせ前髪あるし見えないしと思って眉毛も描かずに眉毛してなくて。 私の今使ってるやつは中国のコスメです中国のコスメのリップを使ってます最近斎藤渚さんが宣伝してるあの色の中国のコスメを使ってて黒髪の時はその色が似合うくてで昨日まではこういう色を使ってました茶色なのでやっぱりシオンは髪の毛の色によってあのー、すごい顔が変わるので 化粧の形もすごく変わるので色も変えなきゃすごい嫌になるので <laughs> ちょっとよくないんで中国のコスメとかも最近は流行ってますよねえい明峰を좋아でシャネルクッションをするんじゃなくて 단지 그 쿠션이 좋아서 쓰는 사람도 있어요 그 화장품이 성능이 좋아서 쓰는 사람도 많아요 명품 화장품을 쓰는 이유는 명품이 좋아서 쓰는 사람도 있지만 명품이기 때문에 재료가 좋거나 안, 안 무너지거나 하는 게 많기 때문에 그거를 쓰는 이유가 있습니다 비이캐쇼품을 사용할 이유는 있어요 なんか私はあんまりその何を使ってもあんまり崩れないもともと崩れない顔なのであんまりお高めの化粧品じゃなくてもいけるんですけどもたまにそのお,お高いのを使ってる人も自分に合うやつもあるしなんかあんまりこうやって崩れないのでやっぱり化粧品って高いものいいなっていう思うしやっぱりでも自分に合うのが一番ですよね。いくら 200円だとしても一番合うやつと2万円としても合わないやつがあるので <laughs> シャネルとかねあのー、シオンは使ってないんです今はあ30分かもシオンは寝るわお高いやつは使ってないですでもカバンとかは結構むちゃむちゃ高めじゃなくても あのカバンとか靴とかはちょっと高級な感じが好きだったので1個に1つ2つぐらいはあの自分で自費で買ってるやつも何個かいる,いるんですよね。そんな毎回買わないんですけど今回沖縄行った時にすごいアウトレットとかですごいのゲットしたからめっちゃ嬉しかった。なんか ほんで知り合いになんかお誕生日プレゼントとかももらうし「たむたむさんありがとう」本当にアウトレットってすごいよねそんなに高いのにそんなに安くなるのって思うぐらいいや本当にありがたいです私は。 私が前から欲しかったカバンとかもめちゃめちゃもう何万円ぐらい安くてこれはゲットしない,ゲットしないとねって思ったもん本当にユンユンウィックで幸せ今もまだふーちゃんロス中さんありがとうございますトラちゃんありがとうリンクタウンもあるのあそうやなじゃあグラウメンハイ 発表しますもう今日韓国語が混ざってきちゃうわ。13位、ハッピーナッさんありがとうございます。12位、トラちゃんさんありがとうございます。11位、HY さんありがとうございます。10位、アンジニョンさんありがとうございます。9位、サトボンさんありがとうございます。8位、マイクロさんありがとうございます。7位、高橋さんありがとうございます。6位、トンビーさんありがとうございます。5位、ゼンムモッチさんありがとうございます。4位、ザンさんありがとうございます。 三六下三あざざます二ワンポ三あざざます一五三あざざます五三一おめでとう五三大好き五三あざざます <laughs> 疲れてます <laughs> はいちょっと正直に言うとめっちゃめちゃ疲れてるので <laughs> はいもう。 正直に言うと本当に今日すんごい体調悪い <laughs> だからちょっとごめんねバイバイ <laughs> でも30分ぐらい喋れたからよきよき朝は大丈夫やったのにななんか急に上映会終わってすごい体調が悪い車用意しちゃったさっきからずっと <laughs> ちょっと吐,き吐きそうなんです <laughs> はいご飯食べなきゃいけないのにね一旦ちょっとお風呂入ろうバイバイですお話し会も最終日だったんですけどもありがとうございました皆さんあんにょんどうやって消したっけこれかこっちかバイバイあどっちだっ